男爵は、精神の人物。頓光の人。字は九前。進むの義老となった。信女に立伝されている。男子は最域に土着する豪族であった。東も草は義に使い功績を積み、職を滅ぼしたが、ご無本の疑いをかけられこの刀叩しと共に、殺害された。落葉にいたその他の子も反逆者への連座として、処刑され、妻と孫は最域期へ流罪となった。 男爵は、東もグサの旧部下であったこともあり、東もグサを弁護して、次のように述べている。267年のことであった。東もグサが反逆したという発言は遺憾です。東もグサは工場でせっかちな性格でして、名士や俗人どもの気持ちを軽々しく踏みにじり、そのために誰も彼を弁護してやろうとしなかったのです。通常の規則に違反したとは言いながら、古代の建前に一致しますし、 当然、酌量すべき情状はあります。商会は、とうもぐさの権威、名声を憎み、あの事件をデッチ上げたのです。忠義を尽くしながら、忠を受け、子供たちも一緒に残定に会いました。これを見た者は涙を流し、これを聞いた者は探索したものです。食平定の勲功を取り上げて、彼の孫に領地を継がせ、評価に従って、死後を定め、死者に恨みが残さないで、 住むようにしてください。公戦にいる無実の魂に恩赦を与え、子孫に真理を述べることになります。当時過去形に処された者を弁護することは、過去の皇帝の誤りを申し立てることでもあり、自らの失脚につながる行為であった。ましてや反逆者として処刑された者の名誉回復の嘆願をするなどは命がけの諸行であり、まず受け入れられないものだった。 しかし、男爵の単元は身を結び、273年、柴縁は功績を評価して、名誉を回復するとともに、孫の唐明を老中に取り立てた。男爵のこの単元は、異民族に対して寛容であった、唐も草を再評価することにより、進むの再域の異民族政策の転換を促す、意図を有していたが、それも虚しく、大四年間には大規模な反乱が勃発することになる。 ありがとうございます。